現代卓球の勝敗は台上の戦いが分岐点になると言っても過言ではありません。両ハンドやフットワークをいくら鍛えても、台上の戦いで相手に遅れを取ってしまったら、勝つチャンスは遠ざかってしまいます。台上テクニックの重要性と世界の台上テクニックの傾向について、宮崎監督は次のように分析しています。サービスルールがもうかなり変わってきました。まあ、その変わる一番のサービスルールを変える目的というのは、サービスだけで試合を終わらせないと、やはりラリーを続かせて、多くの観衆の皆さんに長いラリーを見てもらう、卓球の醍醐味を見てもらうということで、サービスルールが変わってきたと思います。これ選手からすると、まあ、私たちがやってたみたいな、このクイックサーブとか変化サーブというのがすごい出しづらくなってきた。なぜならもう相手にはっきり見せないといけないということは、クイックサーブとか変化サービスを出すよりも、相手にレシーブで絶対打たれないサービスというふうにサービスが変わってきたということは、安定した短いサービスですよね。だからレシーブする方は、それを無理やり払っていくんじゃなくて、無理やりフリックするんじゃなくて、やはりまだ3球目を打たれないために、安定してストップする、打たれないようにしてストップして、その次を攻めようという戦術に世界全部が変わってきました。そうなると、サービス、レシーブ、3球目、4球目、全部台上からの勝負に今卓球は変わってきてるんですね。ですから台上がすごい重要。それでは台上テクニックを鍛えるドリルを紹介していきましょう。はじめにストップとツッツキを織り交ぜたドリルを紹介します。相手のショートサービスに対してストップまたはツッツキでレシーブした後、フリーで打ち合うドリルです。ストップするときは、肘にゆとりを作って打球することがポイントです。そうすることで、ラケット角度や力加減の微調整がしやすくなります。ここで、ボールに回転を与えるときのポイントを紹介しましょう。バウンド直後をインパクトした場合、切れたボールで返球することができます。一方、打球点を少し遅らせてインパクトした場合は、ナックル性のボールで返球することができます。このテクニックを使い分けて、練習のレベルを上げていってください。突っつきするときは、ストップするかのようなモーションでボールに近づき、一気に肘を伸ばして打球します。そうすることによって、ストップと突っつきのどちらで打球するのか、相手にギリギリまで読まれないフォームを身につけることができるのです。次は、サービスを出した後、相手のストップをダブルストップするドリルを紹介します。サービスを出した後、一旦攻撃できる体勢を作ってから、足を素早く前に運び、ダブルストップしましょう。ダブルストップするとき、相手のストップレシーブが非常に切れて返ってくる場合があります。切れたボールに対しては、
ボールの回転を柔らかいタッチで吸収してダブルストップするようにしましょう。相手のストップをストップし返すダブルストップは、世界を目指す上で必ず身につけなければならないテクニックです。続いて、サービスを出した後、相手のストップをフリックするドリルを紹介します。フリックとは、台上のボールを弾き打つテクニックで、得点力の高い台上テクニックです。前腕を鋭くコンパクトに畳んで、ボールを弾くように打球しましょう。また、フォアハンドだけでなく、バックハンドからもフリックできると、試合で効果を発揮します。バックハンドでフリックするときも、フォアハンドと同じように前腕を使ってボールを弾くように打球しましょう。次はチキータからのドリルを紹介します。チキータとは、バックハンドでボールに横回転をかけてフリックする台上テクニックです。チキータには、相手のタイミングやラケット角度を狂わせる効果があります。肘を高く上げて準備ができたら、バック面でボールの側面を擦り上げることが、このテクニックのポイントです。松平選手のバックスイングや肘の角度を参考にしてチキータを身につけましょう。台上テクニックを強化するためには、多球練習が効果的です。これはコート前面に送られてくる台上のボールに対して、フリックやチキータで返球する多球練習です。この練習で強く弾いたり、逆モーションを入れたりしながら、実用的な台上テクニックを身につけましょう。コート全面を使った練習が難しいと感じる選手は、コースを限定して練習すると良いでしょう。次は、台上にランダムに浮いてきたボールを両ハンドドライブで攻撃する多球練習です。試合では相手のストップが浮いてくるケースが少なくありません。その時は見逃さず、攻撃的に打球することが得点を上げるためのセオリーです。台上処理できる体勢から素早くラケットを高い位置に引いて、高い打球点を捉えて両ハンドドライブしましょう。台上の甘いボールに対しては、ナックルフリックで返球することも効果的です。ナックルフリックには、若干下回転がかかっているため、相手にカウンターされにくいというメリットがあります。ラケットの打球面を立てたまま、
ボールを押すように打球することがナックルフリックのポイントです。続いて逆モーションのフリックを身につける打球練習を紹介しましょう。クロスにフリックするようなラケット角度から打球直前にラケット角度を開いてストレートにフリックします。このような逆モーションを入れると相手の予測を外すことができます。フリックと逆モーションのフリックを同じようなフォームから打てるように練習しましょう。ワンコースの打球練習で逆モーションの感覚をつかんだら、コート全面を使った打球練習で対応力を高めましょう。逆モーションに決まりはありません。松平選手や丹羽選手の柔らかい手首の動きやラケットさばきを参考にして、自分独自の逆モーションを身につけてください。続いて紹介するのは、二段モーションを入れたフリックを身につける打球練習です。ダブルスの時と同じようにサービスを出してもらい、二段モーションでフリックレシーブします。ストップするかのようにラケットの打球面を一旦上向きにしてボールに近づいてから素早くフリックに切り替えましょう。このドリルはダブルスのレシーブを強化するためにも効果的です。バックハンドでも二段モーションのフリックレシーブにチャレンジしましょう。打球面を上向きにしてボールに近づいてからラケットの打球面を素早く立ててバックハンドフリックします。ラケットを立てるタイミングや打球感覚をつかむのが難しいテクニックですが、根気よく練習してください。台上の戦いを制するにはストップやフリックなどの確実性を高めることに加えて、意外性のあるテクニックが求められます。ぜひストップや逆モーションなどの精度を磨いて台上の戦いに強い選手を目指しましょう。台上テクニックに必要なのは繊細なタッチや柔軟なラケット操作だと宮崎監督は語ります。遅いですね。やはりもう今は小学生から皆さん卓球をやってますから、もうホープス時代にはもう大人と変わらないもう線型になってますし、ある程度威力もありますし、バックハンドも十分振れます。ですから、ゴールデンエイジの後半の方、中学校に進学したぐらいからはもう台上プレーというのを練習の半分は入れていくぐらいにならないといけないというふうに思いますね。ここからは繊細なボールタッチを身につけるために効果的な練習を紹介しましょう。ボールを送る側はネット際に立ち、対角線のネット際を狙って送球します。練習する選手は
ボールを卓球台に弾ませないようにボールをコントロールしたり、相手の意表をつくような回転をかけたりして対応しましょう。このドリルは試合中のネットインを取る訓練にもなります。まあ、卓球というスポーツ、もう手にすごい近いところでラケットがある、このスポーツ卓球っていう中では、ラケットが本当に自分の手のひらみたいに感じる。先ほども言いましたけど、あ、ちょっと上に当たった、下に当たった、真ん中に当たった、根元に当たったっていうのが本当にもう一打一打分かるような感覚にしないといけないと思います。そういう意味では、もうラケットで自分の手のひらでこうボールを転がすみたいに、ラケットで自由自在に扱うという感覚を身につけるっていうのはすごい重要だと思います。一見遊びっていうかね、遊んでるように見られがちなんですよね。ですから練習メニューで入れていくっていうのはすごい難しいことだと思います。ですから各指導者が練習と練習をやってる休憩時間とか、卓球台が足りなくて、待機してる時に少しボールをね、こうぶつけてこういう回転をやってみろとか、少しこういうふうにボールこうラケットでねついてやってみろとか、こう角に当ててやってみろとか、ボールをこうくるくるラケットの中で回すようにやってみろとか、そういう卓球台につけない時にね、そういうのを遊びじゃなくて練習の一環としてね、指導者が子どもたちにちょっとやってみろというような環境づくりにやってもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。ゴールデンエイジの時期にこのようなドリルに取り組むと、楽しみながらボールタッチを磨くことができます。そうやって身につけた感覚は、台上テクニックに限らず、いろいろなテクニックを身につけるための土台になるでしょう。